はようございます、高橋です。今日は11月30日、月曜日ですね。で、東京、今六本木ですね。大体六本木かな、の気温は8度。結構寒いです。で、今週もですね、張り切っていってみたいと思うんですけど、またいつものようにネックマウントスタイルに切り替えます。さあ、早いですね。11月も今日でおしまい、明日から、12月になるわけなんですけれど、皆さんいかがお過ごしでしょうか。土日はね、お休みの人もいれば働いてる人もいて、僕はあの土日祝日普通に全部、休みを取るんですけれどね。そして今週もパワー充電して、張り切っていこう、という準備ですね、準備ね。そんなこう休日をいつも僕は使っているんですけれど、そしてですね、僕の場合今週は、今日、今日明日ですね、今日明日、仙台出張が入ってます。で、何しに行くかっていうと、YouTube のですね、お客さんのところの、YouTube の撮影、そして、編集、そして飲み会みたいなことをしに行くんですけれど、今日はね、まずだから今ちょっと会社に向かっている途中なんですけれど、会社、午前中から少し午後にかけて事務作業関係をやってしまって、でその後新幹線に飛び乗ろうという予定になってます。でさ、今日その新幹線っていうところがあるので、新幹線のね、話を少ししたいと思っているんですけれど、新幹線の話って言っても、新幹線の話ただするわけじゃないですよ。出張、働いている職種にもよると思うんですけれど、出張がね、結構あるよっていう方もいらっしゃれば、いや出張なんて全然する機会がないですっていうね、方々もいらっしゃると思うし、僕の場合は出張って、サラリーマン時代はですね、今起業して14年ぐらい経つんですけれど、今の仕事はめちゃくちゃ出張ベースがいろんなお仕事多いです。ところがね、サラリーマンの時、いらっしゃいませとかってね、販売員とかをこうやってる時代が割と長かったんですけれど、その時なんて出張する予定なんて、0% ですよ。その時はね、毎日店に行くだけでしたね。で、バイヤーの仕事をし始めてから、洋服のね、それですごく出張っていうのが多くなってきたっていうような感じなんですけれど、それでさ、その時ぐらいからですよ、移動するのにさ、もう国内は新幹線で移動することが結構多くなりました。当時のさ、僕もそのサラリーマンの時の出張スタイルっていうのは、全部さ、新幹線って言ったって、自由席ですよ、全部でさ、指定席っていうのがこうあるわけじゃないですか。でそこら辺の話ですよ。指定席っていうところに座ってみたいなみたいなことをね、ただほら、会社はさ、そういうのお金出してくれないから、当時はね、もったいなくてさ、自分でそんなのお金払って、乗ろうなんて
全然思わなかったわけ、もったいないから。でさ、新幹線どころかさ、まあやっぱりいろんな電車で、いや指定席がさ、気づいてみればみんなついてるわけじゃないですか、ね、俺ここ乗ってみたいなみたいなさ、そういう風にこう思い始めたのが26歳ぐらいかな。早いんだか遅いんだかよく分かんないけれど、なんかねそんなの思い出しますよ。で、もう当時のねサラリーマン時代の終わりぐらいの時かな、なんかね、よしこれはちょっと頑張ってそういうところに乗っかってみようみたいなことをやり始めたのを本当にね覚えてます。で、自分で会社をやり始めて、そっからですね積極的にね、そういうものにちゃんとなんかこうお金をちょっとこう自分で払って乗っかってみようみたいな、そういうことをねやり始めました。なんでそういうことをやり始めたかっていうと、やっぱりねなんかこう自分のね、なんていうのかな、こう背伸びしてるまあ状態なんですけれど、でもそういうところに普通に乗れる人になりたいみたいな願望がすげえいっぱいあったんでしょうね。ありました。で、うわすげえもったいねえなーとか思いながら、最初のうちはね頑張って気合い入れて乗っかるようになって、そしたらさ、だんだんさ指定席どころかさ、もう一個上にグリーン車っていうのがあるっていうことに気づき始まるわけですよ、新幹線も。いや、あそことか乗っかってる人かっこいいなみたいな。だからもうとにかくかっこいいなですよね、全ての基準は。かっこいいな、俺も自分もそういう風にこうなってみたいなみたいなね、なんかそういうのでしたよ。で、それもまた気合い入れてさ、値段が少し高いのにさ乗り始めたわけですよ。ここにやっぱり乗っかれる人になりてえなみたいなね、そんなのもさ思い出しますけれど。で、今では普通にそういう電車なんかもさ、グリーン車とかに乗っかるっていうのがなんかこう普通になってさね。今日はですね、そんな感じで、自腹でですねグリーン車とかに乗っかれる人になろうよ、目指そうよ、頑張ろうよみたいなね、なんかそういう、なんかこうエネルギーが伝わればいいなと思って、お話をしてみたんですけれど、まあ大事なことはね、少しやっぱりね背伸びをするっていう、ことですよ。まずはその世界を、景色をですねこう知ることが大事で、でやってみて、おおね、いろんなこう、まあ、経験するわけですから、それでそれが今度はそれがなんていうのかな、普通になれるみたいなさ、普通にそんな風なところを目指していければいいんじゃないかなと思ってます。僕もですね、もうどん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 そういったことが普通になっていけるようにですね、頑張っていきたいと思います。それでは今週も頑張っていきましょう。いってらっしゃい。